はい、伊沢美川村です。また皆さんに、お願いしたいことがあって、やってまいりました。これが多分毎回言ってますけども、もしかしたらデビューするチャンスになるんじゃないかっていう。俺もいい年ですからね、今のままの伊沢美川村なんとかしようってメーカーさんは寄ってこないんですよ。やっぱり確固たる地位をある程度確立しないとっていうところがありまして、でこれです、エマージェンザジャパン、ここで優勝してなと思っております。ここに書いてあるように日本のインディーズバンド日本一を決める大会になっております。優勝するとドイツのタウバタールというところで行われる、日本でいうところのフジロックみたいなものに出演が可能になります。でね、これ優勝した人50年ぐらいこのエマージェンザジャパン、やってるらしいんですけども、優勝した人過去に2組、大きいところからデビューしてるんですよね。スネアカバーっていうバンドとフルマサウンドジャンクションというバンドがデビューしてます。俺もこれいけんじゃないかなと思ってて挑戦したいなと思ってます。で過去に実は、ラブトラのバンドの時に9年前ですね、決勝まで行ってます。ちょっと当時の映像をちょこっとだけご覧ください。という感じで、これが決勝大会なんで1000人ぐらい入る、渋谷のオーネストでやったやつですね。ここまでは多分いけると思ってるし、今の俺だったら多分優勝できんじゃないかなと思ってます。ルール説明どんなになってるか、伝えていきますけども、会場に集まった人の挙手で決まります。会場に来た人は何回手を挙げてもいいということで、演奏後に、今の良かった人って聞かれて手を挙げます。それをスタッフさんたちが一生懸命数えます。でプラス、コロナになってからもあり配信機能も備わったので、過去に俺音の場でまあそうですね、決勝まで行って賞3つ取って、その後餃子バンドで木島アンダーザスクリームで優勝してますけども、そこでの投票システムと同じミューディアを使うっての投票もあるんですが、今までのとは違って課金でいくらでも応援できるわけじゃなくて、1人1票しか投票できないシステムになってます。あそこがいいなと思ってます。でこれ会場のチケットが3000円になっております。3000円で会場に来て何回どのアーティストに手を挙げても片手ですけど挙げていいということになっております。しかしながら配信の方は1組にしか投票ができません。ミューディアのこの日の配信のチャンネルに入ってもらって3000円一口の投票ができます。チケット代と一緒ということになっています。配信の方は1組にしか投票ができないようになっております。それでその3000一口の1票とみなして会場の挙手数と一緒に合計して順位を決めるということになっています。予選大会が3月10日新宿のナインスパイスであります。出順は8時半からになっております。でここで票数が多かった人から準決勝の順番が決まります。やっぱり真ん中に近ければ近いほどお客さん滞在時間が、滞在している時間が確率が高いってことになってますので、だいたいみんな真ん中に行きたくて頑張ってます。でまた準決勝の票数によって決勝が真ん中に入るかどうかというところに関係してきますので、予選だからといって手を抜くわけにはいかないという状況があります。というわけでぜひとも皆さん3月10日配信で見るか会場来るか、ぜひとも参加してほしいなと思っております。配信の見方については、概要欄とかコメント欄に俺このアドレスだよって置くので、そこから見るようにしてください。優勝すると、ドイツのフェスはこんな場所でやることになります。これ去年の優勝者です。和楽器でのバンドのやつが優勝して、世界でもまた投票があって、それは審査員が投票するんだけど世界でも1位になっています。これだけの人数がいる場所で、フェス、出演ができるということになってますね。それであとミューディアの投票なんですけども、はい、今まで、オグノバとかキジマアンダーザスクリームで見てきた皆さんにとっては同じ画面になっております。この上の友人からも見れますけども、再生がされて、で下で1人1票の投票ができるということになっています。というわけで3月10日皆さん新宿ナインスパイスに遊びに来るか、配信で見るかどうか、お力を貸してください。最近もう楽器も一掃しましたし、プリープ切ってからだいぶ今声良くなってきたので、今の俺だったらいけるんじゃないかと、いつも応援してくれてる皆さんの力をまた借りることができればいけるんじゃないかと思っております。それで必ずやでかい場所で、まあ、決勝行くだけでもね、かなり1000人ぐらい集まるので、そこでたくさんの人にやっぱり自分を解放してもする伊沢美川村の音楽に出会っていただくためにやりたいと思いますので、皆さん力貸してください。3月10日お時間ください。よろしくお願いします。以上。